はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、2月 D 払いでホットモット20%還元、人気商品の還元祭やお得なポイントサービスも解説ということで、今回は D 払いとホットモットについてのキャンペーン情報についてですね、この動画ではキャンペーン情報かつ、さらにお得に参加する方法についてもお伝えしますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回発表されたキャンペーン、こちらですね。ほっともっと D 払い用エントリー D ポイント20%還元キャンペーンということですね。まあちょっと文字がちっちゃいので、僕の方でまとめてみました。それがこちらですね。上から見ていきましょう。 まずキャンペーンなんですけども、エントリーが必須となっております。まあ、ですけども、まだですね、2月8日時点では d、d バルの公式ページにはまだ未表示の状態でしたので、まだエントリーはできませんので気をつけてください。なので、このキャンペーンが始まる前ぐらいに、おそらく出るのかなというふうに思います。で、キャンペーンの期間なんですけども、2月の15日から2月の28日までの、約半月ぐらいのキャンペーンですね。あまり長くないので、まあ、あっという間に終わるかなというふうに思います。 で、続きまして上限なんですけども、D ポイント1000ポイントまでとなっております。なので、5000円分利用すれば上限に到達するかなという感じですね。で、付与されるのは D ポイントの期間用途限定となっております。まあ、使う用途としましては、ローソンのお試し会見であったりとか、D 払いのポイント払いであったりとか、あと、毎月ですね、20日に開催されている D ショッピングデーというのがあるんですけども、それで消費するのがいいのかなというふうに思います。で、最近ですね、今お伝えしたこの D ショッピングデー僕も利用させていただきました。この D ショッピングデーっていうのは、D ポイントが20 倍のキャンペーンとなってましてなんとですねこれ d ポイント期間用途限定を使っても20%分が還元されるのでめちゃくちゃお得なんですよねこれはもう視聴者さんに教えていただいて僕も知りましたで先月ですね1月の20日僕も利用させていただいたんですけどもこのサバ缶5520円税込みの商品なんですけどもこちらをですね d ポイント期間用途限定をもう思いっきり使いまして 実質支払ったのが325円分ということでしたので、まあ、使い道に困ったら D ショッピングデーで使うのが一番いいかなというふうに思いますね。 で、対象の支払い方法なんですけども、電話料金合算バレーであったりとか、D カードをセットした状態であったりとか、あと D 払い残高での支払いが対象の支払いとなります。なので、D カード以外のクレジットカードであったりとか、D カードプリペイド、そして D 払いの ID 決済、あと D ポイントを使ってたのを決済は、ポイント還元の対象外となりますので、気をつけてください。で、ポイントの新定義に関しましては、2021年の3月末頃ということになってますんで、まあ今回は忘れた頃というよりか、は結構不評としたら早い方なのかなというふうに思います。 で、今回ですね、この D 払いのキャンペーンと合わせて使いたいものということなんですが、それがですね、このホットモッドのポイント会員サービスなんですよね。まあ、すでにね、普段から利用されている方であればご存知かと思うんですけども、これですね、僕自身もこのホットモッドのポイント会員サービスちょっと使ってまして、 ま、実際にですね、公式ページを見ながらどういったものか見ていただきたいと思います。まあ、それがこちらなんですけども、ほっともっとポイントが貯まるお得な会員サービス年会費無料ということで、まあ、もしこのサービスを使う場合には新規登録を行う必要があります。ものの2、3分ぐらいでできますね。で、このポイントサービスの特徴なんですけども、ポイント1、買うたびに貯まるということで、お買い上げ100円ごとに1ポイントが貯まる、オードブルやサイドメニューも対象です。交通系電子マネーなど、キャッシュレス決済ご購入分もポイントが貯まりますと。 で、ポイント2、チャージで貯まるということで、1000円ごとに10ポイントから貯まる、お弁当もキャッシュレスで買えちゃう。そして、ポイント3、どんどん貯まる、いつの間にかポイントが貯まる、嬉しい特典やキャンペーンがいっぱいということで、まず、入会特典で150ポイント、で、初回チャージ特典で100ポイント、で、誕生日特典100ポイント、で、タイムサービスというのがあるらしいんですけども、これで、毎日ポイント2倍、14時から18時の間であれば、毎日ポイント2倍っていうようなサービスがあります。 ま、あですけども、ここにも出てる通り、2021年3月31日をもちまして、下記のポイント特典を終了させていただきますということなんですが、誕生日特典の100ポイントであったりとか、タイムサービスの時間帯のポイント2倍に関しては、3月31日で終了するということになっております。で、ポイントのため方ということなんですけども、これめちゃくちゃ簡単です。まずは会員登録を行います。で、会員登録した時点で、この特典の150ポイント分がもらえます。で、使い方としたら、まずはこの画面上に QR コードを表示することができますんで、 それをスマホ側で表示をさせてあげて店頭の専用の機器があるのでそこでかざしていただきますそしたらポイントが貯まってその後にキャッシュレス決済でやったりとか何かしらの決済方法で支払っていただければ大丈夫ですでこのポイント自体はこの1ポイント1円として換算がされるので ま、先ほどのね、入会特典の150ポイントは、150円分として使うことができます。これ結構お得かなと思いますね。お弁当屋さんで150円っていうのは。一応ですね、10円単位から使えることができます。で、利用するパターンっていうのが2つあるんですけども、まず、店頭で使う場合は、支払い前にスタッフまでお申し出ください。交通系電子マネーなど、キャッシュレス決済とホットモッドポイントの併用も可能ですと。なので、もしね、店頭で使う際は店員さんにポイント使いたいですっていうふうにお伝えすれば使えます。で、僕が一番利用してるのは、このネット中 という方法なんですけどもこれめっちゃ便利でこのホームページ上の真ん中の上のところにネット注文ってあると思うんですけども自分が使うね 店舗を選択してそこから注文を行えばまあだいたいだいたいまあ三十分後ぐらいに取り来てくださいみたいな感じで時間帯が出るので時間とかに余裕がある場合はネットで注文してでその時にまあだいたいクレジットカードであったりとか他の決済方法でも支払うことができるんですけどもまあ、その支払いの際に利用するポイントを入れていただければホットモットのポイントも利用することができたりとかあと店頭で支払いする場合は支払う前にスタッフの方にお伝えすればポイントを使うことができるという感じですねいやほんとここ数年でホット もっともっとめちゃくちゃ進化してるなと思いましたね。つい最近まで本当に現金決済だけという感じのイメージだったのに、もうこういったポイントサービスもすごい充実したりとか、ネット注文もすごい気軽にできてるので、めちゃくちゃ便利ですよね。で、ここにですね、いろんなコメントがページ上に出てるんですけども、得してる人どんどん増えてますということで、いつもいつの間にか溜まってるって出てるんですが、これめっちゃわかるなっていう感じなんですよ。で、ネットの注文でもポイントが溜まったりとか、 タイムサービスは安いし、ポイントもすぐ貯まるとか。ああまあ確かにこれは共感できるなとっていうところはちょこちょこあったりします。で、今お伝えしたこのポイントなんですが、ここに出てるように知るほどお得ポイント付与率アップの仕組みということなんですが、まずチャージをして使う方の場合なんですが、まとめてチャージでお得ということで、チャージ金額に応じてポイントの付与が変わってきます。例えば1000円から2000円分チャージをした場合は1%分のポイント付与。 3000から4000円分チャージした場合は2%付与で、5000円以上チャージした場合は3%付与というふうな仕組みとなっております。 まあ僕はチャージをして使うことはほとんどないんですけども、もしね、チャージをして使う方はこういった感じの還元率ということになります。ちなみにチャージした現金については、ホットモットの専用の電子マネーっていう風になります。なので他のとこでは使えませんので気をつけてください。で、店頭でそのチャージした場合、1000円単位で最大2万円まで現金チャージが可能ということですね。で、僕の場合はこっちなんですけども、使えば使うほどお得、直近3ヶ月の購入金額に応じてポイント付与率アップということで、まあこのホットモットのポイント自体になんかこう、ランクっていうの ののののががあありまましてててちちょょっっっっととララインペンンペ近いんですす3ヶ月以内購入金額によこクアップ条件変わき例えば、3ヶ月以内の購入金額,入金額が2500円以上の方の,方の場合は、このブロンズ会員。そして、5000円以上の方の場合は、シルバー会員。で、1万円以上の方に関しては、ゴールド会員という風になります。ちなみに、特にね、ランクが決まってない方でも、レギュラー会員でも100円につき1ポイントの1%還元になります。で、ブロンズ会員であれば2%、シルバー会員であれば3%、で、ゴールド会員であれば4%還元ということになりますね。 で、このランクに関してなんですけども、こちら今出てるような3つ注意点がありまして、月末にランク判定を行って、翌月から新ランクが適用されますということですね。結構適用自体は早いですよね。で、ご利用状況に応じてランク状況を満たしていない場合ランクダウンします。あらかじめご了承くださいと。せっかくゴールド会員だったのにシルバーに落ちてるとかそういったことがまあ全然あり得ると。で、ポイントで支払った分に関してはポイント付与の対象外ですということですので、ここも気をつけないといけないですよね。ちなみにこれが今僕の今現時点で のポイント残高なんですけどもこちら598ポイントということでまあ、おそらくねちょっと前に au ペイとホットモットのキャンペーンの時とかで貯まったポイントかなという風に思いますでサービス開始した当初からちょくちょく貯めてて1回だけちょっとポイント使いましたねで現在のランクはシルバーランクということですねなので先ほどお伝えしたランクの順番でお伝えするとここになります100円につき3ポイントということで3%還元とまあ本当冷静に考えて3%還元って結構お得ですよね で、もしですね、先ほどのお伝えしたキャンペーンと合わせて使うのであれば、この期間に使えばかなりお得かなと思いまして、2月19日金曜日から2月の28日日曜日まで、人気商品を特別価格に感謝還元祭実施のお知らせということで、ホットモットで、まあ、さらにお得なキャンペーンが開催されると。こちら今出てるような、今だけ感謝還元祭ということで、今出てるような一部の商品が安くなると。これはですね、ホットモット東日本地区ポスターということになってます。このキャンペーンの ポイントとととしたらこここ今出てる通り人気商品を特別価格に感謝還元祭最大100円引きということで、で実際にどんなラインナップがあるかちょっと見ていただきたいんですが、これはですね、場所によって全然変わります。例えば、今出てるのはこちらの地域ですね、北海道、東北地方とか、こういったところの店舗の場合は、唐揚げ弁当、特唐揚げ弁当、チキンバスケットとか、そういったものがご覧のような価格になると。で、あとですね、こちら、ホットもッとの岐阜とか愛知とか、僕が住んでる九州地方ですね、この唐揚げ弁当、特唐揚げ弁当、チキンバスケット、ロースカツ丼、ロースカツカレーがご覧のような値段 になるということですね僕自身はちょくちょくねこの唐揚げ弁当結構頼むことが多いですもしくはロースカツ丼が頼むことあったりするので個人的には結構これは嬉しいですねまあ、ぜひですねご自身の地域がどれだけ割引されるのかっていうところですね公式ページでぜひチェックしてみてくださいでもしですねまだ d 払いをインストールされてない方いらっしゃいましたら今出てるような初めての d 払いでのお買い物で50%還元キャンペーンっていうのが行われておりますこれ3月31日まで開催されてますんでまあ、上限は1000ポイントまでなんですけどももし D 払いいいいインストールされてない方がいらっしゃいましたらこののタイミングで入れてみるのもあ、りななのかなと思いますまあそんなこんなで今回は、ホットモット D 払いのキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、キャンペーン自体はね、2月の15日からということになってまして、まだ公式ページ自体には出ておりませんが、ま期間中はね、かなりお得にホットモットを利用することができるのかなと思います。まあ、5000円利用で上限なので、まあ、ご家族とかで利用すれば結構あっという間にいくかなと思いますんで、まあ、今回のタイミングでね、ホットモッドを利用してみるのもありなのかなというふうに 思いますで先ほどお伝えした今回のホットモットと d v イのキャンペーンの公式リンクとまだ d バ i インストールされてない方のインストールリンクなど概要欄に貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました <music>